ということで今日も京都でマリオカート8デラックスランダムカスタムドをやっていきましょうか。ということで早速前回パートコメントを43件いただいてますので、この中からランダム視聴者さんの名前をお借りしてカスタム診断やっていこうと思います。ポン2番の方よろしくお願いします。さあ今回名前をお借りするのはポン YN さんということなんですけど、なんか YouTube さアップデートされたのか知らんけど、なんかチャンネル名のとこ ID 表示されるなってちょっとさめっちゃ見にくいんだけど、これなんか直し方知ってる人いたらよかったら教えてくださいということで見ていきましょうか。診断する。YNN さんはキングテレサキだ。で、ターボ1、クリームブロック、パラフォイルでいきましょうということで、キングテレサ相棒ちゃんなんでね、頑張って上位取っていこうかなと思います。さあ、なかなか今回もかっこいいカスタムが弾けたんではないでしょうかということで、スノーランドじゃないわ。なんだっけ、ワリオスノーマウンテン行きましょう。もうワルハラなんてダサいカスタムの時代は終わりだということを皆さんに教えていきましょうということで、今回も例のごとくステータスポンと貼っとくんだけど、今回はね、使っていくこのターボ1、全カスタムの中で一番スピード値が高いカスタムになってんだけど、それでね、金テレのちょっと遅いね、スピードが補われてると、思いきや、もうターボ値と加速値が終わってるんで、かなり苦しい。曲がれんし。苦しいカスタムになってるんですが、しっかり頑張って走っていきましょう。さあ、ここ、押されてるけど頑張って耐えていって、日野さん、バナさんか。曲がれんな、これ全然。ブレーキ踏みながらじゃないと、なかなかこのカーブきつい。さあ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 、ここジャンプアクションで抜けたいな、この集団。キノコ使って抜けるか。で、1個でいいからもらって、バナさん、ボロン。1位ちょっと抜けちゃったな。まあ、しっかりコインもないんで、回収したいところではあるんだけども、コインねえんだよな、全然。さあ、ここニスクもしっかりいけるか？バナナつけてるから赤コーラ大丈夫。ここしっかり飛んでいきましょうか。キョンスト。みんなキノコ持ってんじゃん、いいな。赤もちょっかいかけてダブル割って。んでもって、サンダー降ると思うんだよ、飛び切った。危ねえ。そしたらこれキノコ交換したいな。曲がれない、曲がれない。まずすぎる。全然曲がれん。さあ、1個でいいからもらって、赤ナイス。はい、生きてる。いやー、かわせんかった。赤さんか。どうするこれ。赤さん展開、ブーメラ持ってる、やばい。そのブーメラやばい。やばすぎる。潰したい。潰したい。潰した？潰せたか。ぐちゃぐちゃだ。最悪。なんかアイテムの下くぐったし。待ってくれって。ブーメラいる、ブーメラいる、ブーメラいる、ブーメラいる。まずすぎる。最後のアイテムで、絶対無敵引きたいけど、こっち来ないで。こっち来ない。いやー、ブーメラ伸びてきた。ぐちゃぐちゃだ。あー、ゲーム取れない。ひどい。ひどすぎる展開になっちゃった。1レース目からこれかよ。待ってくれって。せめて1人抜かしたい。せめて1人、最下位だ。あ、最下位じゃないわ。セーフ。最下位じゃないんでセーフです。ということで、ボコボコにされちゃいましたけど、なんとか、こっからまくっていこうと思います。さあ、スカイガーデン行きましょう。いや、皆さん、ポケモン買いましたか、新作。私、ポケモンもうドハマりして、やりまくってるんですけど、まあ、今回もね、このコメント欄から、また次回動画のね、ランダムカスタムドの名前をお借りする人決めるんで、よかったらコメント書く人、ここ書くことないよって人はね、よかったらポケモン買ったか買ってないか、まあ、買った人はね、ご三家何にしたかよかったらコメントくださいと。いうことで、これちょっとどうしようかな。赤持ってんだ。危ね、高速スナイプ。そしたらこの人譲ってくんねえかな。バナ食いそう。いや、押されたんだけど。重さはね、どうなんだろうな。重さ高いといえども、金テレだからさすがに悪い位置には勝ってないのか。さあ、赤投げちゃって、まだ1位ね、見えてるんで、しっかりついていきたいところ、ボム兵怖すぎ。んで、しっかりショット化も行って、何クラクションか気のせいかクラクション持ってる。逃げたいな。バナナ置いて、ファイヤーも持ってる。やばい。みんな血の気が多いわ。そしたらちょっと距離開けていきましょう。ターボたまんねえから、7時めっちゃむずいわ。で、ここ、交換 C の、トゲってナイス。そしたら引かれないように、しっかりかわして、木野さんお帰り。強すぎる。そしたら1位潰れると思うんで、ここは、まあ、ミドさんキープしていってもいいけど、高速ナイス？ワンチャン当たんないか。ここね、大砲後に、緑コーラとかコーラ系を撃ったら、めちゃめちゃ高速になるんだけど、曲がれんこれ。待って。ビリビリ来るなと思って、見えてんのに、間に合わんわ、反応が。見てからじゃ間に合わない。さあ、これ、ボム兵は、この辺にやらしく置いていきましょう。ここだったら、ショートカットできないと思うんで、前の人もボム兵。危ない。さあ、結構3位、後ろ、4位以降は、隔離したから、しっかり逃げていきたいぞ。木野さんナイス。オッケー。2位潰れてる。ダブル潰しといて。いやー、3だ！相手もここに振るか。しかもキノコ取られた？取られてない。ミドさんだ。相手も取れてんのか？いいな。まずいな、これ。投げてきそう。あっちの方がでかくなるの早いから、
来てる来てる来てる。もう一発投げてくんねえかな。うわ、これ高速スナイプ来そう。ちょっと、いやー、また来るよね。きつすぎる。後ろめっちゃ来てるし、スターめっちゃ持ってる。お前らずるいぞそれ。よこせそのスター。ちょっとアウト、アウト、アウト逃げて。絶対避難しちゃダメ、絶対避難しちゃダメだって。ダブル、いやー取れない。くっそ、金色で何とか行こうと思ってんのに。おい、どないなっとんねんこのゲーム。さっきのレースといい、ひどくね。あー終わった。でかくなってくんねえかなと思ったけど間に合わんかった。せめて一人、よし再開回避。さあサンシャイン空港行きましょうか。いやマジで勝つ、もう絶対勝ちます。皆さんもう多分めちゃめちゃカットされてると思うんだけど、レート200ぐらい解けました。全然勝てん、全然勝てない。だからもうこのパート中に絶対に1回勝ちます。悔しい、許せない。さあこのキノコ前出たいな。インついていって、サンシャイン空港はねもう絶対前逃げコースなんで、しっかりこの序盤から前に出ていきたいところなんだけど、バナナ置いとくか。インに置いて、いやらしく攻めていきましょう。ダブル取られる。コイン欲しいけど、待って、全然曲がらん。全然曲がらん。でもって、コイン5枚でしょ。なんか抜かされてんな、じわじわ。どうしようかな。パックン来てる。使っていって、これ下がるべきかな。なんか中途半端だな。前に出たかったけど、これは前、下がるべきかもしれない。マクコラケツつけて、後ろ牽制しつつ、ダブル行きましょうかと思ったら意外と3位上がってきた。1位逃げてるから、結構いいアイテム出るんじゃないか。オッケー、強い。いいアイテム出る。そしたら左のコイン2枚もらって、サンダー次第だな。サンダー振ったらあるぞ。キノコ使って、これ、キノさんワンチャンパクんないか、パクってないか。何持ってきた ?1 位のアイテムか、コインだかと思ってきそう。キノさん、キノさん、ナイス、パクってた。そしたらショットが行って、赤コーラ2人持ってる。潰しちゃってくんねえか。それ投げてくんね、邪魔すぎるな、それ。キープしてるし、2人とも。やめて。投げて早く。後ろ赤さんだ、終わってる。ちょ、これ下降りて、ここでキノコ使うわ。で、ここで、アイテム交換するけど、赤大丈夫？緑もスナイプ怖いけど、逃げていって、逃げていって、トゲも来てる！ある！ある！マジである！あるぞ！キノコ使う。ね、インにバナナ置いて、ダブル割って、トゲゾー食らったら抜かせんじゃない？いやー、警告遅い。待って、行かしたくない。行くな。行かないでみんな。ねえ、行かないでって。置いてかないで。くっそー、今連打してたら間に合ったか。後ろ見とくべきだったな、ちゃんと。くっそ、ミスった、最悪。千載一遇のチャンスが。ふんさん、どうもだい。さあ、悪いジーピンボール、やっていきましょう。もう私は、マリオカートの悟りを拾ってしまいました。マリオカートの極地にたどり着きました。もう何をされても怒りません。楽しいな、マリオカート。マリオカート楽しい。もうなんか何をされても、ムカつかない。もうなんかその境地まで行ってしまいました。ごめんね。バナナ壊してごめんね。みんなで仲良く1位取ろう。うん。そんな競い合うゲームじゃないよ。みんなで仲良く1位取ろうよ。さあ、ここ。昨日4つ。痛いな。痛いな。ちょっと痛いな。仲良くしない？そんななんか潰しちゃってもさ、いいことないよ。邪魔だな、お前！邪魔すぎんか、そのピンボール。さあ、ここ交換していって。コイン、邪魔。コイン欲しいね、コイン。やっぱりね、マリオカートはね、コインがないと置いてかれちゃうんでね。しっかりみんなでコイン10枚仲良く集めよう。潰しちゃってさ、人のコインをさ、人のお金をさ、奪い合うよりさ、みんな仲良くさ、ベーシックインカムしようよ。さあ、ここ、アイテム1個。ありがとう。ね、コインが6枚。みど、あ、みどさんか。危ないね、それ。危ないね、それ。捨てないそれ。捨てない？危ないからさ、それ捨てないか？奥？死ね！死ね！奥危ないよ。奥？さあ、危ない。当たっちゃう、当たっちゃう。ね、これ、紫ターム伸ばしていって。サンダー、これ振りましたね。うん。そしたら、最後の、4つ目のアイテムボックスで、しっかり、何言ってるか分かんない。もう自分でも頭おかしくなってきた、これもう。頭おかしくなっちゃう、このゲーム。ダブル取って。マクコーラ。どうしようかな。
トゲゾ危ないよ。トゲゾ勝てる気がしない。もう集中力が下がっていってる。じゃ集中します。こっからちょっともう一回切り替えて、奥、あ、これ危ないよ。奥危ないよ。それ奥投げないでね。投げる、俺は投げる、俺は投げるけど奥投げないでね。間に合ってる。反応早っ。反射神経20丸。奥奥大丈夫。かわいそう。順位の赤コーラかわいそう。あー、赤コーラいるけど使っちゃった。これワンチャン3台もう一回振らしくない。まあ、さっき振ったばかだから振らないか。まあ、この急カーブをキラーで曲がっていって、あるぞ。さあ3台もう一発ない。即さん振らしくない。4位まで上がってきた。ぶつかっちゃう。やらかした。頼む、なんか起きてくれ。邪魔すぎる邪魔すぎる、このピンボール最悪。もうダメだ、ダメかもしんない。もうおかしくなっちゃう、おかしくなっちゃうよこのゲーム。さあキノコキニオン行こう。ミラーか。ミラーのガキ声ちょっと怖いんだけど、しっかりもうそれ決めていかないと勝てないと思うんで、それ決めてマジで勝ちます。早くポケモンがしてよ、早く早くポケモンがして助けてくれ俺を。もう普通に普段ね、この動画とか撮るとき大体まあ1時間あれば撮れるかなみたいな感じなんだけど、もうなんか1時間半2時間ぐらいやってる。もう早く早く解放してくれ。たった4レース5レース撮るためだけに使っちゃった。間違った。あーダメだ。集中一回集中します。うん、集中力切れてるんで一回集中し直してやっていきましょう。全然集中できてない。やっぱ人間ダメだね。人間やっぱ1時間ぐらいしか集中できねえや。さすがにもうこれ以上やったら余計ね沼レースが増えてしまうと思うんで、ここはもう一回気持ち入れ直して打開していきたい。ダブル取っていってコインがないんだよな。だからこれしっかり取りたいけど、キラーか。キラーまあ2周目です。3周目の使い始めてね、結局ここの最後のとこで崖越え決めたら勝てるゲームだと思ってるんで、使いどこ大事。使うわ落ちる。ナイスさんだあるのか。もうろれつがさもう回んなくなってきてるけど、うわー抜かしすぎてめっちゃ短いけど使う。引かれそう。意地近い。キノコ出る。あるか。これ崖越え決めてあるな。2位ジャンバクシー横それたけど、これ決められるか。前でも2人持ってんな。これみんな持ってる記録。潰れた。これ崖越え決めたやつが勝ちだ。集中しろ。カーボ貯めてジャンプアクションして、そこ決まったけど、やばい、ダートされちゃった。くっそいギリ、はぁいけた。くっそ1位やったなぁ。ということで、まあでもなんとかね、ここ2時間やって初めて3位取れたんで、今回パートはこれでご勘弁ということで、ご視聴ありがとうございました。よかったらね、また今回のコメント欄から名前をお借りする人決めるんで、よかったら高評価とコメント残してくださると嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。